Apple のマジックマウスを買ってみました。いつものように箱もコンパクトで非常に美しい仕上がりです。一見するとマウスなのか何かよくわからない製品っていうのはなかなかすごいと思います。裏面にバッテリー用の蓋がついており、これを開けると単三電池2本が初めから入っているのがわかります。スイッチもあって、これを入れると緑の LED が点灯するようになっています。ちなみにこれは机の上などに置いていると光らないようです。もちろん Bluetooth による無線マウスなので、はじめに Mac で認識させる必要があります。これは簡単で、Bluetooth の設定メニューから行います。マウスの電源を入れ、しばらく待ってると自動的に認識され、マウスとして使用することができます。タッチ入力のセンサーを使うには、ワイヤレスマウスソフトウェアアップデートが必要となります。これをインストールし、再起動するとタッチ入力機能が使えるようになります。スクロールなどは1本指ですが、2本指でも認識するようです。2本指のスワイプは、例えばアイカルのカレンダーめくりなどに利用できました。マウス自体にタッチ入力センサーが組み込まれ、スクロールホイールなどがありません。物理的なスイッチは左右のボタンだけというシンプルな作りになっています。マイティマウスと比べると本体左右にあったボタンがなくなったりしていますが、スクロールのボールがなく汚れて使えなくなる心配が全くありません。マウスと机の接点は一般的な4点ではなく2点の長いバーとなります。このため、マウスを動かすときに環境によっては滑らすノイズが気になるかもしれません。実際に私の環境では少し大きめのようですが、これさえ気にならなければ使えるタッチセンサー搭載マウスとしておすすめです。